郷亮平です。そして小沢です。はい、お願いします。お願いします。はい、2人で出ているということはですね、ちょっと前に出しました過去の翔平 TV のグローブを振り返ろうコーナー、はい、あったじゃないですか。ちょっと僕あんま持ってってないじゃないですか、はい、今回は、まあ、前回ね翔平さんメインだったんですけども、今回僕の歴代持っている、キャッチャーミットをまた久保スラ、はい、大久保くんにレビューしてもらおうかなと、はいはい、思います。でちょっと今日はミットということで、この後撮影にクリッチも来てくれてるので、クリッチがね1個ファーストミット持ってきてくれてるっていうので、ちょっとそこの紹介も、していこうと思います。はい、じゃあまず1個目で、前回の動画でも出しましたカムイのキャッチャーミットになります。これはもうね、まあ、オーソドックスで誰でも取りやすいっていうコメントをいただいたの で結局あれからまだちょっと使えてないんですけども、ウェブまだまだ硬いまんまなんで、これはちょっとね時間かけて、ウェブだけでもまずは柔らかくしていこうというふうに思います。はい、じゃあね、これはもうおさらい程度なんで、出したばっかりだね、1回目。はい、じゃあ次、これもですね、この前出したばっかり、スラッガーの東京支店でオーダーしたキャッチャーミットです。で、これ浅いんですよね。そうですね、すごく小ぶりの浅めで、うん、ちっちゃくて浅くて、でプレートも入ってるので、ウェブしっかり残るっていうような感じで、はい、ちゃんとウェブ下にもポケットあるので、これも比較的補給取るってことに関しては、はい、まあ、しやすいミットかなというようなミットになります。はい、じゃあこれもいいかな、とりあえず、はい、過去必ず紹介したことはある、ミットではありますが、まあ、前回のね、動画で出さなかったりとか最近使ってなかった、はい、ミットをちょっと紹介していこうと、でレビューしてもらおうと、はい、いうふうに思います。はい、はい、1個目こちらです。ドンとソフトバンクホークスの開拓屋選手モデルの、展示会限定カラーかな、これね、まだ19番になる前の62の時のね、キャッチャーミットになります。買ったのがね2019年とか20年とか2019とか20とか前うん、とかかなっていう感じで、まあ、これやっぱりね海選手のミット僕もまあたまに受けたりとか動画でしてますけど、はい、浅いっす。浅くてちっちゃい。またでもスラッガーミットとちょっと違うのがここなんですよね、はい、親指の薄さっていうのが薄いのでスムーズにボール入ってくるかなっていうようなミットとなっています。でもね意外と深さもこうやって見ると出るけど、はい、まあ、いざ使うとむずいやっぱりっていう感じで、まあ、ボックスでつければ深く上がるけれどもって感じなのかなっていうミットですね。じゃあちょっとこちら、はい、浅いですね。そうそう軟式だと結構難しいかもしれないですね。僕高校の時に同じ浜畠山のキャッチャーミット使ってて、はい、M2 っていうのを使って、これの M2 を改良したのが海選手モデルなんですよ。M2 との改良って言って親指の分厚さなんですけど、公式で浅いミット で親指が分厚かったから、はい、公式では比較的取れたかなというような感じはあるんですけれども、まあ確かに軟式はねちょっと難しいかなと。軟式にしてはしっかり皮の質残ってて、まあ畠山だよねっていう、さすがって感じですね。マジで軟式でも硬い。畠山はしっかりしすぎてる、はい、って言ったらいいのかな。まあ他に硬い軟式で硬いメーカーって言ってたら、かなめさんとかは最初からかなり硬いかなっていうのもあるんですけど、これは湯もみもしてないし水もみもしてないし、スチームちょっと入れた後にまあバッセンでバチ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 受けてって、それこそサイモンスポーツセンターの160キロバン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 当てたりとかして柔らかくしてったって感じですけど、まあやっぱ試合で使ってない分ね、どうしてもその硬さっていうのは硬いわけじゃないけどね、しっかり感っていうのは残ってるかなっていう。キャッチボールだけでも使ってみたい、うん、試してみたいグローブです。全然使ってもらって大丈夫です、はい、それこそね後でちょっと紹介してもらおうかなと思って、はい、大久保くんの、キャッチャーミットも今日持ってきてるので、まず紹介しようと、はい、まだないよね。ないと思います、うん、でそれと多分ね配色も似てると思うし、はい、まあ、っていうようなミットだけど、まあ、全然これは浅いミットです。2個目ですね、こちら最近ちょっと出てなかったかな、GS の公式用初代の、キャッチャーミットとなります。こちらはね一応公式取材に行った時、はい、ボーイズシニア、リトルとかそういったとこ行った時に公式の撮影で使ってるようなミットなんで、マジで張りは全然まだまだあります。あ、張りっていうような、はい、公式取ったらめちゃくちゃ気持ちいいキャッチャーミットとなっています。でこれねウェブリバースさんで修理してもらったんですよ僕行かなかったんですけど、静岡のバスで200キロ、ちょっと寄って大阪行く途中に、寄って撮りたいということで、まあ200キロ危ないからっつって、その時公式用のミット持ってたのがこれだけだったんですよ僕もう翔平 TV として持ってたのが、なんで、まあ、貸したわけですよ。そしたら大破して200キロに耐えられず、まあそれウェブで撮ったらそうなるかとはあるんですけど、まあでもねその後にリバさんに直していただいて、まあ、使えるような、状態に戻っています。
革質としては、テラダレザーの、革を使っていて、これもね親指芯が薄めなんでスムーズにボール入ってくるかなといったような感じです。で形としてはコンパクトめだけど、まあ、手小さい僕にはちょうどいいぐらいの大きさなのかなというような感じで、はい、まあ、僕多分他のミット見て思ってると思うけど、はい、結構ひねり系、あ、そうですね、が多いので、これも若干左目で、型作ってるので若干浅めには見えるかなっていうのはあるんですけど、奥行きも出るようなミットとなります。じゃあレビューを、はい、あ、やっぱ軽いですね、うん、軽いのと、あと先ほどおっしゃってたその針、結構甲高い音、そう高いね、聞こえます、音の特徴的には高音が、はい、出るようなミットです。しかもウェブも修理したっていうのもある、あんま感じない、その硬さがあんまなく柔軟なウェブになってるので、うん、ウェブで引っ掛けたりとか、はい、あと芯で撮るのも、あの音フィーリングもしやすいかなって思います。そうね、ちょっと軟式で使うにはまだ硬いかなっていう、うんうん、取材の時にこれで硬式撮るとマジで気持ちいいこれめっちゃ硬式気持ちよそうですね。硬式だと室内練習場で硬式撮る時も音がめっちゃ出て爆音ってやつ、微爆音かめちゃくちゃいい音鳴りそうですよ、うん、でこれちょっとね親指アーチかかってるんですよね。そうですね、だから丸型ミットに近いっていうような感じで、はい、親指上あたりにここの辺かなに多分ボールスポットはまるように、ここあたり、そうそうそう、まあ、公式だからその取り方してるっていうのもあるけど、うん、まあ、軟式よりかは暴れないからね、だからより、中心でも取りやすいのかなっていう、ポケットもそこと、まあ、一応僕はどちらかというとウェブ下ホッキーの方が好きなので、はい、そっちにもポケットあるっていうような感じですね。これが、はい、まあ、最近出してなかったっていうところでは2個目のミット紹介となります。はい、はい、じゃあ次いきますか。はい、じゃあこれ3つ目、これもね高い金出したけどなかなか使わなくなっちゃったんですよねミップ叫びです。はい、 MR かなんで一応中間型っていうようなキャッチャーミットで、で叫びになってからこれもね親指芯薄くはなったんですよ比較的、はい、ちょっとはめた時はおいいって思って買ったんですけど、使ってからはちょっと手に合わないかな、革質はもちろん最高です、はい、そう最高がゆえにっていう感じ、僕はもうちょっと重い、重いっていうのも多分他のミットカムイ、もともとカムイが壊れちゃったからって言って買ったミットなんですけど、はい、やっぱしっかりしすぎてる感があって、はい、それがもちろんいい特徴でもあるし、さすがの水のプロっていうところではあるんですけど、まあ、ちょっと僕みたいにご覧の通りこの細い腕してると、まあ、ちょっと確かに低めを上げる動作がちょっと重いかもって思ったっていうぐらいですね、はい、ただやっぱり革質とか、そのいい意味で言ったら重厚感って言っていいのかな、はい、その重さっていう点をいい意味で取れる重厚感って取った時でバチンっていう感じなのは、はい、これはすごいあるのでちょっとはめてみてもらって、はい、あ、意外とその思っていたよりも、うん、革に柔らかさがあるかなと、うん、これはね自分でぬるま湯ぐらいの温度で、はい、お湯入れた、あ、これ結構ウェブ今有名っていうのもあるかもしれないですけど、うん、まあ、ちょうどこの中心の位置で取れるポケットと、あと街がそこまで、まあ、水野さんにしては薄い方なのかなと思うので、 それが叫びになってから薄くなった、あ、やっぱそうなんですね、うん、誰でも扱いやすいかなと思いますけど、やっぱ先ほどの、 あの重さが多少ある分ちょっと手が、うん、持ってかれるかなっていうのはあるかもしれないですね。本当に多分胸あたりのボールを取るのは多分一番気持ちいいと思う、これが。でも小ぶりなんですよね意外と。 MR はまあ一応ミズノの中だったら中間的な、はい、その叫び3種類ある中の中間ぐらいなんですけれども、はい、ちょっと小さめかなと。で多分僕にしては珍しいボックス寄りなんですよ。あ、そうですね、こっちじゃないですもんね、うん、中心寄りで、それがもう試してみようかなと思って片付けたんですけど、はい、その他のところでちょっと取りづらくて取れてないまあこれもね本当使っていきたいミットなんで、はい、まあ、徐々に出していこうかなというふうに思います。はい、肩これ自分結構好きです。ああ、で結構広いでしょ。広いですね。広いけど柔らかいから閉じるんだよね。そうです、うん、これありがとうございます。おい浮気するなさじゃあ最後この動画ちょっと最後にしましょう。大久保くん、はい、ミット、はい、来ました。これがスラッカーのキャッチャーミット。キャッチャーミットです。出したことあったっけ、なかった気もするんだけど、あったような気もするんだけど。あるかないか。うん、まあまああったらあったで、復習ということで、はい、特徴をちょっと教えてもらっていいですか。はい。型番が
KSM の122っていう型番になるんですけども、はい、結構スラッガーのキャッチャーミットにしては浅めっていうよりも、まあ、ちょっと深みのあるでも浅さは残っているキャッチャーミットになっていて、はい、あとこの町の部分も結構特徴的で薄め、あ、本当だ、ではあるので海鮮種モデルぐらいの薄さかな。そうですね、なので個人的に結構低めの球とか、うん、かなりすくいやすいっていうのと、あとスラック、まあ、浅めじゃない分タッチ、はい、しに行った時にボールが抜けない感覚があるので、はいはいはい、とても使いやすいっていう感じです。なるほどなるほど、ちょっとはめてみてもいいですか。はい、ありがとうございます。あまあね、あーとか言ったけど僕は比較的させてもらってる方だから横で縦長だよね。そうですね、比較的ここ引っ掛けて、はい、片付けしたいでしょ。はい、ちゃんと、うん、でこっちを下げる、はい、あ、そうです、かぶせるような感じだけれども親指が残ってるからボックス、はい、なるほどね。で革質はまあスラッカー、スラッカーって感じです。スラッカーって感じ、柔らかいソフトな、うん、なるほどね。俺はね逆にこういう型を使わないから、はい、ボックスにしても丸いボックスとか、あ、はい、長ボックスってまあ1個はちょっと別な動画で出そうかなと思ってるミットはありますけれども、はい、低めのボール親指これは上げやすいかなって、食っていきやすそうな、うん、ようなキャッチャーミットで、でこれはどこで購入しました。スワロースポーツさんで。ああ、で自分で芋見して、はい、自分で。なるほどね。そう、長いからその外構えててたまに大きく外れちゃう時とかも、はい、言い方悪いとウェブで引っ掛けもできるから、そうですような感じで、でも重心が中心寄りにあるから、はい、普通の補給に関しては何の問題もないかなと。そうです、ね、ありがとうございます。はい、あ、はい、そうそうそう、 OK です、ありがとうね。はい、ということで本日はね、亮平が最近ちょっと出してなかった、はい、キャッチャーミット、まあ、ここに出てるのあと2つありますけど、と大久保くんのスラッガーの、はい、キャッチャーミットの紹介をさせていただきました。キャッチャーミットに、まあ、絞った紹介っていうのもあんまりないかなというふうに思うので、はい、ぜひぜひね、参考にしてみてください。全部赤系だね。そうですね、全部赤系ですね。はい、ということで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。Yeah.